ベラコバリアは、ジョージアの政治家である。2010年7月より、2012年10月まで、同国の経済、持続的発展大臣を務めた。1981年、当時ジョージアの紛争地域となっていた、アブハジアのスフミで生まれたコバリアの家族は、1996年、アブハジア紛争による混乱を避けるために、カナダに移民した。コバリアは、同国の高校を経て、 ブリティッシュコロンビア工科大学に学び、経営学と IT の学位を得て、2004年に卒業した。コバリアは2009年末まではカナダに居住しており、2001年に父親が設立したヨーロピアンブレッドベーカリーに勤めていた。その後、ジョージアに帰国したコバリアは2010年2月、国内避難民の権利を守るための団体、正義のための連合を設立している。 2010年6月、コバリアは、ジョージア大統領、ミヘール・サーカッシュビリによって、同国の経済、持続的発展大臣に指名され、それは、同年7月2日、ジョージア議会によって承認された。コバリアは、彼女の在任期間に、最も重視するべき産業として、農業と観光業を挙げ、ネポチズムの排除というスローガンの元同省を改革。 同国政府にはびこる腐敗と汚職の一層を目指すとしている。コバリアの大臣就任には、その若さや政治経験の欠如をもっての批判や疑問も提出された。コバリアが初めて、ジョージア大統領サーカ・シュベリの興味を引いたのは、大臣に指名される4ヶ月前のことであり、サーカ・シュベリが2010年冬季オリンピックのためにバンクーバーを訪問。 同地のジョージア人コミュニティとの会談を持った時であった。ジョージアの中央銀行元総裁は必要不可欠な教育も経験も有していないとコバリアの大臣就任を批判。また他の有識者は自身も大統領就任時に36歳に過ぎなかった。サーカシバリが若年の大臣を起用したがる傾向を持ち、また、 若い世代を権力の中枢に引き上げることによって、ジョージアをかつてのソ連支配時代と決別させる意図を公言していることを指摘している。ありがとうございます。